もう終わりなんですけどね、だいたい梅の枝がこうずっとこう伸びてきます、うんうん、このまま伸ばしておくとね、全部花芽、ほとんど花芽がついてる、はい、花芽っていうのは、花芽ですか、枝ができないんですよ。で枝、花芽があると枝ができない。花芽があると枝が出てこない。だからその花芽をなくして、で枝を作るための作業です、折り溜めっていうのは。この葉っぱを剥がりして、なるほど、今日はまず折り溜めをやるってことですね。折り溜めやってやる。僕のところにメールが来て、来てる、折りだめを教えてほしいというメールが来たので、うん、お願いします。そんな難しいことないよね。あ、そうなん、葉っぱ切って、ね、折ればいいだろ。あ、でもそういう目的があるんですね。でね、目的は懐の枝を作るのが目的ですからね。梅はここに伸ばしていくと、ここにしか枝ができる芽は持たないんですよ。だから外へ外へ浮くなっちゃう。こういうところの中、懐の枝がなくなっちゃう。で、盆栽だとこの懐の長い枝っていうのはもう間延びした木になってしまうんで、はい、こういうところに枝を作るために、あの葉芽を作っていくって。葉芽っていうのは、あの花はつかないけど、ここからあそこの芽から枝が分かれて出てくるんですよ。なるほど。で、その葉芽を作るための作業です。で、ちょっと先に花芽が持たれる。でね、花芽を持ってるか持ってないかっていうのね、うん、これ葉っぱ触ってみると分かるんですよ。ザラザラ、どう違うんですか。この辺触ってみて、こっちの方がツルツル。感じ違うでしょ。うん、ツルツルです。ザラザラしてるところはだいたい葉芽。これ葉芽。このツルツルして葉っぱがこう巻いてきたら、そこ花芽が持ってるってこと。こういう新しく伸びてると、こういうところはもうこの辺か、ザラザラしてる。あ、これすごいツルツルしてる。ツルツルして。これ花芽持ち始めてるかもわかんないですよね。なるほど。だいたいね、花芽分化っていうのは7月半ばから8月ぐらいの間に、こういうところ花芽ができてくる。はい、花を見るんだったらそれ切っちゃダメですよね。8月以降は剪定はやんない方がいいです。で、冬になって寒さを越して、で、それから花が咲いてくるっていうことです。今年の持った芽に花が咲くんじゃなくて、今年の夏に花芽を持つ。で、冬を越して春になったら花が咲いてくる。そういうことです。だから、梅なんか花咲くのは寒さに当たらないとダメなんです。早く咲かせるんだったら、だいたい11月、12月か、その頃には寒さに当てて、それから家の中に取り込んでおくと、だいたい正月、咲かせることでいい。1ヶ月ぐらいかかりますけどね。で、今回ね、その葉芽を持たせるための作業、やってみたいと思います。小さくのがいいかな。もう一つあるんですけどね、これはね、花がいっぱいつくんですよ、これ。で、こうほとんどね、花芽になっちゃう。枝ができない。枝がないとこう枯れてしまう、うん、枝を作っとかないと枝がない、あのこういう枝って枯れちゃいます。こっちの方が分かりやすいんで、はい、これであの折り溜めやってみましょう。あの折り溜めと同時に梅を私は針金かけません。こうカクッカクッて折ったような形でこういう作り方してきますね。だからそれ、うん、あのその折り溜めの折ったところも生かすような形で、はい、作っていきたいと思います。で、まず用意するのがこうテープ。これはね、あの結束テープです。金魚は貼り付かないけど、これをこうテープとテープだとね、こうくっつくんですよ。で、こう折ったところを固定するためのテープ。これはあのホームセンターなんかで売ってます。結束テープ。結束テープ。継ぎ木テープみたいな。継ぎ木テープではない。普通のテープ。結束テープ。例えばね、これとこれをこうにまとめるとしたら、これはもうくっついてないんですよ。はい、こうテープとテープをくっつけると、こう結束する。分かるね。木にはね、貼り付かないです。で、折り溜めの方法ですね。はい、こうやってみます。葉っぱが 1,2,3 だいたい 2,3 枚。この辺の葉っぱをこう切ります。取っちゃう。剥がり。はい、剥がりします。ね、一応ここからは葉芽が出てくる、枝ができる、そういう想定ですから。で、ここからね、だいたい5枚ぐらい。5枚。今3枚切って。1,2,3,4,5 この辺かな。ここから5枚。うん、はい。ここの間に花が持つ、花芽が持つ。うんうん、この葉っぱがあるとこ。はい。ここは枝ができる。で、この辺で折ります。ただあのポキって手で折るんじゃなくてね、こう潰します。こう一回。これ。はい。そうするとこう。ポキッと折れないで、うん、こう曲がりますから。
ここに。で、これをこのテープで留めておくんです。このままにしておくとね、風で揺れて先端枯れますから、こう曲げたら、ここでテープでこう留めます。こんな感じ。もう固定するために固定するため。うん、これこのままにしておくとね、これ風でぐるぐる揺れて先端枯れてしまうんです。なるほど。で、そのために私のやり方ですよ、これは。うんうんうん、こういうふうに留めておきます。こうやってやるとこのまま固まるんですよね。そう。それで、うんうん、梅ですから、梅は女っていう字書くように枝を作っていきなさいよって。はい。それこれ女の一部、くの字になってる。うんうん、ここでもう一本入れば、こうってここは。そうですね。女っていう字ね。梅の作り方はね、枝がカクカクって。針金でこう、柔らかくこういうね、模様をつけるんじゃないんです。こういう形に折って作る。直線で作ってことですね。そう、うん。だからこれでちょっと長いかなっていう感じですよね。うんうん、もうちょっとこう短く結構やってますけど、こうやってみましょう。これ全部にやってきますから、これ勢いがいいんで、葉っぱこう元の葉っぱ取ります。で、だいたい4、5枚。1、2、3、4、5枚。この辺ですね。ちょっとこんな花はそのぐらい咲かせなくてもいいと思うんで、ちょっと短めにやっておきます。これここを潰します。ここにあんまりギュッとやって潰さないでくださいね。ちょっとあんまり綺麗にいかなくて、この折った部分を包まなくてもいいですか？切らなくていいです、このままで。この辺で折るか。これうまくやらないとね、ポキって折れちゃうんですよ、ね。で、青いところやらないとダメですよ。こういうところがポキって折れますからね。枝、黒くなったらダメだ。くの字作ろうと思って、曲げたらポキって折れちゃう。普通このぐらいでいいかと思うんですけどね。こう女っていう字書くためにはこのぐらい、私は曲げちゃいます。じゃないとこの梅らしくならないですかね。針金かけて柳の枝みたいに作っていくんじゃなくて、梅はこう折ってきなさいよって、全部やってきます。実際の梅もこういうふうに折れて実際、うん、折れてると思いますよ。折れてもう生きてる時、やつはあったりするんですか？実際の梅っていうのはこうあんまり高くならないですよね、うん、で、こう下葉ぐらいにこうできてきますから。で、必ず古い木だとこう、うろになってきます。梅林かなんか行ったら見てくるといいですよ。あ、虫がついた、油虫。ここびっしりついた。あ、でね、消毒したんだけど、はい、薬回んないで一応ここ死んでますけどね。こうオルトラン巻いたの、うん、オルトラン効きますよね。1週間ぐらいで、1週間経たないうちにこれみんな落ちてきます。それとこの梅につくのはね、虫で貝殻虫、はいはい、あれが一番悪い。こういうところね、裂け目とかこういうところに入っちゃうんです。それ分かんないでずっとやってたんです。この木がそうです。この木、これ3年かかってる、直すのに。うん、ああ、みんななんかおかしいなって見てたら、こういう間に貝殻虫入っちゃう、悪目に。それと枝の後ろ側、かなりでっかいのがつきますよね。花を割ってそのままこう置いときますよね、うん、で、こう折りだめ やった方がいいです。その時に貝殻虫ついてるか油虫ついてるか、そういうの見ないと。これだから、このままだったら棚の端っこ行ってそれでおしまいですよ、うん。梅はでも消毒は結構やった方がいいですかね？消毒やった方がいい、ね、消毒はね、あのやった方がいいです。虫がつきやすいイメージは貝殻虫とね、油虫がついてくると葉っぱがこうチリチリってなって、こんな葉っぱだ、はいはい、くしゃくしゃってなってる葉っぱで、ね、うん、だいたい先端の方にね、こうびっしりつきますからね。それを梅は見といた方がいいんですよ。貝殻虫ついちゃうとね、もう記念じゃ治んないですよ。もう折りだめ、別にみんなやること仕事じゃないじゃないですか。あんまりやってる人少ないじゃないですか。少ないと思う。これは別にやらない人は普通に剪定すればいいんですか？盆栽やってる人はこれやると思うんですけどね。ああ、普通あのホームセンターなんかで買ってきて、花咲いてる時買ってきて、うん、いっぱい花が咲いてる、はいはい、その年あの枝が出ないで枯れちゃうと。寄せ植えなんかで売ってるでしょ、うん、ああいうやつ全部花芽ですからね。ただ上の芽っていうのはね、2つの時もあるし、うん、3つの時もあるし、で3つの場合は花芽があって葉芽がある、そういう芽もあります。花がいっぱい咲いてる木っていうのは外へどんどん伸びていく。ちょっとかっこ悪いんですよね、これね、うん。
で時期は今の時期でいいんですか。今ちょっともうちょっと遅いかな今ね。だから5月ぐらいにやる方がいい、うん、6月半ばぐらいのがいいかもわかんないですね。6月半ば、もうこれ木が固まってきてもう花芽ができてると思うんですよ、うんうん、葉っぱが丸まってきてるしね、はいはい、もうちょっと早い方がいいかもわかんないです。じゃあ6月の半ば頃で、もう8月入っちゃったらできないですからね、うん、花芽もみんななくなっちゃうから。大概ねこれやった後はね台風が来るんですよ。でこれがブラ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 揺れてね折ったとこ先がみんな枯れちゃいますからね。これでも先枯れると思いますよ、うん、これで大体終わりかな。この固まったやつ見に行きませんか。固まって固まってあこういうやつこう、ああこんな感じ。なるほど、ここも生きてますからね。うん、そう、ここもそうです。ちょっとこれもね、あのこれがアブラムシでやられて、あ、カガラムシやられて樹勢が落ちちゃった。去年と一昨年やってないですよ。ああ、じゃあ3年前のやつ。そう、3年ぐらい前。これをやったからこういう羽目はどこが増えたんですか。これ短くなるでしょう。ああ、ここがってこと、うん、あ、ここか。で これこのままにしておいたらこの先にしか花が咲いて先にしか羽目は持たないです。なるほど。でこれだと結構幹に近いところから枝が出てるでしょ、うんうん、そうやってコントロールする方法もあるよと。そう、そう、普通に作ったらピョンピョンピョンですもんね。じゃないともうただ伸びてくるだけだから ね、うん、ね、今やるのは梅はこれだけですよ。あと冬待って、うんうん、葉っぱ落ちてそしたらもう一回剪定するように。冬にまた剪定ですね。これ今肥料をこうやってますけどね、はい、これ肥料入れ、はい、肥料入れ、こう表面が硬くなっちゃうとこの肥料はアイビー肥料って言うんですけどね、はい、これは丸い玉表面にこう打っててもコロ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 とどっか行っちゃうんですよ。だからこうカゴを作ってでこれアイビー肥料、大体ね観光性の肥料なんで1ヶ月ぐらい効いてます。木が緩やかなんです。化成肥料なんですけどいきなり効いてくるんじゃなくてじわりじわり効いてくるんです。私は油かす使わないでこれだけ、うん、これだと血も湧かないし匂いもしない。そうすると外に転がっていかないです、うん、これはねもうこの高さは自由に自分で作れる、うん、これはね、網目が10個ぐらいかな、これ、はい、50個これだとね、私13で作るんですよ、数13数13、数えた大体13ぐらい、1、2、3このぐらいかな、このぐらい切ります。1回限りじゃなくて、また来年も使えるから、うん、でこれが1ヶ月経ったら、これ抜いてね、ポロッとしたら落としちゃう、これ抜いて、落としちゃうんですよ。また新しいの入れる。これはあの私の考えじゃなくて教わった。あ、そうなんですか。教わったんですよね。当時でこう前に行った先生。前に行った先生。ここに行ったわけで。うん、でこれ針金通す。あと 1.5 ぐらいでいいと思いますよ。これで。これ通してく。そうするとこう通常になるでしょう。これ1個だけ重ねるんですよ。1つのこの。はい、コマだけで、これをこう折る、これを折って見えないな、うん、こう内側から入れてますね。これ内側から、これ外側からやるとねちょっとうまくいかないと思います。でここ潰すのが、こういう感じ。この棒があれですね。外から入れて内側からこう出す。こう折る。でこれを適当な長さにこう切る。で刺すと。こうやって刺して。で肥料を入れる。便利。結構しっかりしてますね。うん、結構しっかりしてる、うん。でねこれ大体この長さだとね5個ぐらい入るのかな。でこれで。うん、大体20個ぐらいあればいいですから4つあればいいな。なるほど。これはあの鉢底ネットを利用した肥料入れ、
お試しあれ。これ結構便利です。あのこれがこう盛り上がってね、肥料を置けないやつなんかだとね、これが非常に便利。あと石突き、上の方とか横からもこのやり方をぜひ覚えてもらうといいと思います。はい、ありがとうございます。はい。